バハイ峠は、福井県鶴ヶ市と、道県三方郡三浜町の境にある峠である。峠を、福井県道33号、佐田竹葉鶴ヶ線であった旧道が通る。標高170メートルの比較的低い峠である。この峠のある、福井県道33号は、別名鶴ヶ半島横断道路とも呼ばれ、鶴ヶ半島の中央にそびえる山外山と、西方ヶ岳との安部を越えている。 また、半島の両側に散在する海水浴場へのアクセス道路の一つにもなっている。標高は比較的低いが、海沿いから一気に山を越える地形ゆえ線形は比較的厳しい。2009年11月、東峠の直下に整備されたバハイ峠トンネルの供用が開始された。なお、旧道も現存しているものの、バハイ峠トンネル手前から峠に至る区間の 一般車両の通行は遮断されており、峠まで行くことはできない。急道は急カーブが連続する道である。特に、鶴ヶ川は海岸からの距離が短いことから、勾配も急峻であり、カーブが連続している。ただしカーブミラーが設置されているほか、片側一車線が余裕を持って確保されているなど、整備がなされている。この道は主にカキの海水浴シーズンに、 海水浴客が利用されることから、交通量が非常に多く、県外ナンバーの車による渋滞が頻発している。ただし、それ以外のシーズンは、原子力発電所の関係者やツーリング以外の車両は、ほとんど通ることもない。バハイ峠トンネル撮影関西電力三浜発電所3号機の蒸気漏れ事故7月を受けて、地元が、 中川正一経済産業大臣に直接要望し、2005年度に事業化したものである。この経緯及び原子力発電所での災害時における避難度確保をなす事業の意義から、トンネル本体と取り付け道路工事を含めた事業費のすべてが原子力発電所の災害対策を用途とした原子力発電施設等緊急時安全対策交付金によって賄われたため、 地元負担はない。トンネルの要目。ありがとうございます。